気分が落ち込みやすい曜日な気がするんですけど、お疲れ様でした。サマーバッグ注文してありがとうございます。あの浴衣のカットはもちろん NGT 入って初めてだし、ぜひ注目していただきたいんですけど、ちょっと待って今日アイシャドウを別に濃い色塗ったわけじゃないんですけど、なんかめっちゃショールームだと濃く映ってしまうので、なんか 目がちょっとなんだろう、インパクトがなんかバランスが良くない気がして、リップ今薄い色しか塗ってないのでちょっと濃くします。ちょっと待って、でもな、リップ濃くしても目もリップも濃い感じになっちゃうな。いや、もうダメだ。いい、もう諦めた。まあ配信するだけなんで。そう、サマーバッグは、あとね、そう、サマーバッグ浴衣だけじゃなくて、麦わら帽子かぶって、ワンピース着てるカットもある。カットっていうか、私が使われてるグッズもあるんですけど、それで初めてじゃないけど、生写真とかグッズだと初めてなのかな、巻き髪をしてるので、結構いつもより雰囲気も変わってたり、大人っぽいので、そっちもぜひチェックしていただきたいですね。そう、あとね、抽選特典のサマーソングセットリスト特別公演の日付が2023年9月9日です。皆さんわかりますよね？もう本当に当日はもう一緒に過ごしてください。当日なのに黄色黄色誰もいなかったらショックです。でもなんか先輩方と一緒の公演だから特別公演だし、あんまりその普通だったら少ないだろうな、少ないというかいなくてもおかしくないなって思うんですけど、いてくださると嬉しいなって思うので、こんばんは、笑顔なんだ、最低ありがとうございます。美人そんなことない、ありがとうございます。今日のぬいぬいはね、ぬいぬいいつもの子しかいないんだよね。ちょっと最近まつげはね、ギュインギュインじゃない今日。でもマツパはかかってるから上がってはいるけど、ちょっと待って、ダメだ、ちょっとあんまりわかんないね。一応くるんってなって、私もともと逆さまつげでこうなってる、下に目に入っちゃう、下向きのまつげだから、逆さ まつげは治って上には向いてるけど、そこまでギュインギュインじゃない、ここら辺まで上がってるぐらい。公演の時とかはバッチリさらに松葉の上からピューラーをガンガンにかけてあのガチガチにバチバチに上げてるんで昨日とかと比べると分かりやすいかも。でも松葉のおかげで上がってはいます、ずっと。あと眉毛もね、眉毛サロン行ったんですよ。めんどくさくて今日まだ書いてないけど、こんばんは、最高だな。え、最高ですか？何がだろう、ありがとうございます。花絵ポーズ、アイシャドウね、なんかね、いつも通り同じこのパターンパレット、カラーパターンパレットなんですけど、ね、別に今日もね、全然そこまで超濃い色塗ったわけじゃないんですよ。伝わるかな、
構反射するんだよね、これ。どうしたらいい？よいしょ。あ、これでいいかな。これのね、一番下の薄い色を普段塗ってるんですけど、ちょっと茶色がかった色、右上の色、左上の色かを塗ったんですけど、なんかね、いつものやつが薄すぎるし明るいから、なんかもうちょっと茶色い系のを塗りたいなと思って塗ったら、なんかめっちゃ濃い。でもショールームだからアイシャドウが濃く映りやすいっていうのは感じるけど、ちょっとアイシャドウは良さそうなのがあったら新しいの探そうかな。地雷？地雷メイクはしてない。鼻エチュード、そう、鼻エチュードね、なんだろうな、でも動画とか結構意外とだいたい毎日、だいたいというか最初の何日かを除いてずっと動画結構毎日送ってるかも。動画と写真より動画の方が今日とか多かったけど、でも写真、動画もそんな長くない、本当に数秒の動画なんですけど、せっかく動画送れるしと思って動画ちょっと多めかな。声は入ってないことも多いけど、おやすみなさいのささやきボイスなら入ってます。そう、誕生日9月9日。そう、巻き髪、浴衣の触覚、横の髪の毛、前髪の横のここをこういうね、ウェーブにしてもらってたり、麦わら帽子のカットはくるりんぱハーフツインの巻きです。おやすみ動画すごくかわいい、やすじい、ありがとうございます。そう、特別公演が誕生日当日なんです。それもね、二十歳なんですよ。二十歳になっちゃう。今日はもかわいいよ。昨日の声見に来ました、ありがとうございます。9月9日予定は来ました、ありがとうございます。絶対行きたい。ぜひ当たりますようにお祈りしておきます、本当に。こんばんは。サマーバック注文済み。皆さん嬉しい。カレンダー書き込みました。嬉しい。当たる気がしない。そんなこと言わないでください。当たるようにお祈りします。花にゃん、花にゃん、わあ、めっちゃ揺れた。花にゃんは夏になってもまだ冬眠中です。花ちゃんのお誕生日、世界的常識。ありがとうございます。そう、人生初のまつげパーマと眉毛サロンでした。そう、まつげパーマ、眉毛サロン、美容院を1日にまとめて行く美容デーを作りました。特別公演絶対当たりますように。お腹はね、今は空いてはいるけど超空いてるわけじゃない。帰ってきて食べた、ちょっと。松江区は、なんだろう、
松江区はそんなにあんまり周りにやってる人がいないからっていうのもあるけど、別に結構ビューラーで上げてマスカラつけると結構地まつげでもギュインギュインにバチバチに上がるので、別になんかそんなに今のところは興味はない。メガネは普段はかけないけど持ってはいますね。笑顔の穴咲いてありがとうございます。目綺麗かな、ありがとうございます。今日ちょっと暑かったですね。花枝顔見れて嬉しい、本当ですか。花枝ちゃんが一番優しい、ありがとうございます。カーネル・サンダースの誕生日9月9日らしい。え、なんだっけ、カーネル・サンダースってケンタッキーのなんかキャラクターみたいないるじゃないですか、あれかな。ぬいぬい一応出しとくか、いつもと同じかだけど。よいしょ。はい、しばちゃん。アイシャドウはいつもオレンジ系です。でもブラウン系も結構つけるかな。でもなんていうの、オレンジブラウンみたいな、はっきりオレンジよりは薄いオレンジとかを普段はつけること多くて、結構休みの日とかオレンジブラウンとかもつけますね。待って、フォロワー2800人目いただいても嬉しいですか。待って、嘘。昨日の段階で2801人いたし、結構前に2800人達成したのに、もしかして言ってたんですか。ショックなんだけど。ちょっと待って、ぜひフォローよろしくお願いします、本当に本当に。待って、悲しい。待って、コメント溜まっちゃうからちょっと飛ばし飛ばしでいきますね。そう、今日は写真と動画が全部うさちゃんでした。離れちゃったの。メールの写真も、メールの写真は、一件うさぎだった。一件は浴衣と麦わら帽子。やっほー。ナイポーズ。笑顔のあのサイトありがとうございます。缶バッジ出た、シャタクジ、ありがとうございます。お腹の音をいつも出て恥ずかしいから、今日はねちょっと食べてある。創業者、なるほど、キャラクターとか言っちゃった。ごめんなさい。カーネルサンダースさん、待って、今フォロワーさん何人なんですか。悲しい。花にゃんはね、冬眠してる。今何人なの、フォロワーさん。これ楽しかった、ありがとうございます。シナモンとポチャックを持っていたものです。待って、めっちゃね可愛いなと思って、見てました。結構目立つ。なんかなんだろう、可愛いぬいぐるみをずっと持ってる方ってなかなかいないから、結構目立つ。めっちゃ可愛くて目に留まりました。ちゃんと食べないと。食べます。2799、嘘。メール届いてた、よかった。やることが子供みたいで、それは褒められてないな、悲しい。今ちょうど2300人、どっちだ。待って、悲しい、減ってる。絶対フォローしてください、お願いします。待って、最近テロップずっと入れてないから入れとこう。フォロー絶対にしよう。
は絶対してね。ぜひとかじゃなくて絶対にしました。花江ちゃんに認知されるにはどうし、でも結構認知してます皆さん。でもね、でも意外と結構、意外と皆さん認知されてないと思ってる方でも認知してること多いんですけど、でも強いて言うならそのインパクトのある服装されてる方とかは1回とかで覚えたりしますね。強いて言うならですけど、あとはなんだろう、結構お名前をメール、ツイッターとかショールームとかだとお名前だけで、劇場だと、劇場とオフラインとかで言っていただかない限り顔だけなので、お名前は知ってる、お顔もわかる、でもそのお顔がわかるときに聞かないと一致しないので、結構名乗っていただけると嬉しいです。夏なので冬眠から覚めます。夏でも冬眠のままなんですよ。あれ待って、このコメント見たような。姉さんはサンリオだと好きなキャラクターいますか。でも、強いて言うならシナモンかな。シナモンは可愛いなって、どれも可愛いけど、なんかこのキャラクターのグッズを持つとかパッケージあると惹かれるなっていうのだと、まあ、パッケージはキャラクターついてたら全体的に惹かれちゃうんだけど、シナモンかな。わー、でもシナモンな気がする。フォロー絶対お願いします。そう、ハートピンクのままでお願いします。今年の冬あたりに花にゃんは冬眠から覚醒しそう。今年の冬はね、長いね。12月とかってこと？だって今5月？違う、もう6月か。早っ！まだ2023年になったばっかりな気分。認知されてない自信がある横浜から聞き付いてるけど、ぜひ公演とかで毎回こう、なんだろう、名札をつけるとか、なんだろうな、お名前言っていただくとかしていただけると、なんていうの、お名前は知らないけどお顔はずっと知ってるなって方もいらっしゃるので、そう、なかなかね、お顔も名前も表示されているっていう状況がないので、一致させるのが難しかったりするので、でも意外と認知してないでしょって言ってる方でも、いや覚えてます覚えてますって方もいるんですよ。ちょっと名前は覚えるの難しい。でも意外と皆さん、お名前はインパクトある方が多いので、お名前は覚えやすいかも。なんか、でも稀にあるのが、ものすごく似たお名前をされてる方はちょっ
とややこしいかも。同じお名前で表記がひらがなの方、カタカナの方とか、別のお名前だと例えば大文字の英語と漢字の方とか、声に出すと同じじゃないですか。それはちょっと難しいかも。あ、55分だって。でもそうですね、なんだろうな、でも意外と私は意外と、でも覚えるきっかけって、そう、お名前も知ってるし、お顔も知ってる、これがやっと一致したっていうパターンが多いのと、あとはインパクトがありすぎてなんかすぐ覚える方とか、いろいろだからね、意外と難しいけど、そう、あのお名前と顔がこう同時に分かる何か機会があると、私に限らず覚え、あ、この方がこの方だってなりやすいかも。待って、いつの間にかめっちゃコメント溜まってる。待って、全然追いつかないかも。あ、あ、そう、お花の勝ちですよね。そう、ぜひおそろいしてください。あ、待って、あ、向こうだ。でもお花のカチューシャ、そう、結構してくださる方が増えてきて嬉しいです。ちょっと待って、コメントが意外とたくさん来ちゃって全然読めなかった、ごめんなさい。そう、でもね、そうなんですよ、同じお名前の方はちょっと、そう、難しいんですよね。あ、58分だって、やばいやばいやばい。フォローさん2800人ありがとうございます。ぜひフォローお待ちしております。1、花江チャット、かわいいお休み動画が見れました。ありがとうございます。ケンジさん、ありがとうございます。2、ファントムは花江ちゃん大好き激推しキャンペーン中さん、お化け、ありがとうございます。3位、コミュニストさん、花石子、ありがとうございます。ダサンポーズ。4位、フロゴルファーさん、ありがとうございます。5位、サンソンさん、ありがとうございます。6位、ウルグスさん、ありがとうございます。7位、流行語大賞さん、ありがとうございます。8位、 JJ 過去鎌倉の夫婦さん、ありがとうございます。9位、パンダの帝王さん、ありがとうございます。10位、ワンワンさん、ありがとうございます。11位、タッチンさん、ありがとうございます。12位、ゆきまるさん、ありがとうございます。13位、とみやす、あと北案内が一番さん、ありがとうございます。間に合った、危ない危ない、ありがとうございました。待って、コンタクトが出てきそう、感想がすごい、感想なのかな。
今のぬいぐるみ、今日のぬいぬいちゃんです。しばちゃん、おやすみなさい。フォロー絶対してね。